ま、あの、酔っ払う前に言っとこうかなと思うんですけど、あの、オリンピックの開会式の、あの、なんかあの、手伝いをすることになってた小林健太郎さんが、ええー、と、まあ、そのなんか、昔10年前に、その、ええー、と、まあ、ユダヤ人をこう、ネタにし、揶揄するようなネタをやりましたっていうのが、昨日かなんかのニュースになって、で、今朝になって解任みたいな話になったんですけど、で、 あの、不適切ではないんです。あの、不適切ではあるんですけど、僕はなんか、あの、あのままなんか、こう、話が流れてしまうのはちょっとやばいと思うんですよね。あの、ま、その日本の中では、その、こういうコントだったよ、みたいなのの、そのあの、セリフ書きみたいなのがニュースサイトに載ってるんですけど、その海外のニュースが流れるときって、 あの、翻訳したものだったりとか、もしくはそのあの、サイモン何センターでしたっけ <laughs> あの、そのあの、ユダヤ人が差別されたりすると、あの、こういうの良くないですよっていう、サイモン・ウィーゼルセンターだっけっていうところが、あの、まあ、あの、こういうことがありましたよって事実を載せるんですけど、で、その、で、そのサイモン・ウィーゼルセンターが書いていたのが、えっ、ー、と、ちょっと待ってです、ね、<laughs> 名前ちゃんと確認します。はい、すいません。 えっと、サイモン、あ、サイモン・ウィーゼル、サイモン・ウィーゼンタール・センターね。はい、すいません。で、その、サイモン・ウィーゼル・タール・センターっていうのが、その、あの、レッツ・プレイ・ホロコーストっていうのを、その、引用符で区切って、要は、あの、鍵括弧で区切って載せてたんですよ。で、まあ、その、ホロコーストで遊ぼう的な表現を、その、小林健太郎さんが言ったっていうのを、まあ、その、 サイモン・ビーゼル・スタール・センターのホームページに載ってるので、まあ、多分世界中の人ってそれを見て認識しちゃうんですよ。で、その、小林先あれだけを見た場合って、じゃあその小林健太郎というコメディアンが、ホロコーストで遊ぼうぜって言ってるっていうことになっちゃうんですよ。で、元々のその、あのネタっていうのが、その NHK でやってた、 あの、えっと、ゴンタ君とノッポさんが出てくるっていう、あの、まあ、子供向け番組があって、で、それを、その、まあ、コメディとして、その、ちょっと利用して、その、普通だったら子供向けだからやらないよねっていう形で、ゴンタ君とノッポさんが会話をしているという、その、まあ、できるかなをおちょくった企画だったんですよ。 だから、そのなんか、あの、ノッポさん喋りすぎだよねってネタって、本来そのノッポさん全く喋んないからなんですけど、あとその、加えたばこが良くないよねっていう苦情が来てるとか、まあ、ノッポさんタバコ吸いながらやるわけないじゃん、みたいな。で、その後、そのなんか番組の中でモザイクが多すぎるとか、まあもちろんその、NHK のできるからモザイクなんか出ないですよ。っていう感じで、あの、通常ありえないやっちゃいけないことを並べてる中で、その、ユデア人虐殺ごっこで使ったあれを使おうっていう表現が出てくるんですよ。 で、それを言った後も、その、あの、なんか、戸田さんっていう人にあれめちゃくちゃ怒られたよね、みたいな感じで、それは良くないことだよねって、その良くないことの例として出したんですよね、ホロコーストっていうの。その、要はあの、もともとそのサインビゼル・タールセンターに書かれた文章だけだと、そのもうレッツプレイホロコーストだけを抜き出しているので、その、ホロコーストで遊ぼうっていうのを小林健太郎さんが言ったみたいなことになっちゃうんですけど、あくまでやっちゃいけないことの例として、 そのラーメンズののネタの中では出たんですよでまあそのやっちゃいけないことの例だったとしてもそのユダヤ人の虐殺っていうのをその笑いの場所で言葉に出すのは不適切だよねっていうのはそれは確かにそうだと思いますとだからそのただその彼がホロコーストで遊ぼうって言ったっていうのが世界中に回っちゃうのってその本来の言ったこととやったこと全然違うじゃないですか で、あれがもう英語圏で出ちゃうと、多分もう、その、そういうことになっちゃうんですよ、事実として。だって日本語わかる人なんてほとんどいないんで、まあ、その70億分の1ぐらいし、その70分の1ぐらいしか日本人っていないわけじゃないですか。なので、それが事実として出回っちゃうんですよ。で、その日本人の特性として、その不適切な悪いことをした。で、だから、そのここの部分は事実と違うとかっていう、言い訳をすること自体が良くないっていう風潮があるじゃないですか。 なんでその小林健太郎さんとしてはもうすでにその不適切だっていうので謝ってはいるんですけど、なので本来の意図とは全然違う翻訳が出回ってますよ。だからそこはちょっと変えてくださいっていうのは、もう言えなくなっちゃってると思うんですよね、小林さん。そのに、日本人的な。 文脈だと。なので、その不適切であるし、謝らなきゃいけないは全然そうだと思うんですけど、ただ、その、レッツプレイホロコーストって彼が言ったっていうのが出まっちゃうのはどうかなと思って、僕、その、サイモン・ウィーゼルターンセンターに噛みついたというか、まあ、ツイッターで送ったんですけど、まあ、どうせ仕方されるとは思うんですけど、はい。なので、その、 まあ、その他人がどう思われようと知ったこっちゃないから別に小林健太郎が叩かれてもいいじゃんとか、なんかオリンピックが揉めてもいいじゃんとかってねんで、全然気にしない人は気にしなくていいと思うんですけど、なんかその、いや、その、不適切なことはやったんだけど、ただ本来の意図と全然違うその意味の言葉が、あたかもやったことのように世界中でその抜き出されるのって違うと思うんですよ。だから例えばそのじゃあ、 あの、ホロコーストはなかったって言ってる人って世の中に結構いるんですよ。で、その、まあ、その裁判っていうのも行われたことがあって、そのホロコーストなかったって書いた本を、を訴えた人と、で、そのホロコーストなかったっていうのを言うのはいかがなものかって言った人が逆に訴えられたみたいな裁判っていうのがイギリスであったりするんですけど、で、今僕話したじゃないですか。で、僕今ホロコーストはなかったというセリフを言ってるんですよ。 その誰かが言ったセリフとしてね。要は、ホロコーストはなかったって言った人がいますって言ったじゃないですか。で、そこ抜き出して、僕がホロコーストはなかったって言ったっていうのを取り出して、ほら、西村秀幸ってやつがホロコーストなかったって言ったよっていうのって、明らかにおかしいじゃないですか。だからその、全体の文脈の中でどう使われたかっていうところで判断すべきで、その一部の言葉だけを抜き出して、ほら言ったでしょっていうのは僕違うと思うんですよ。はい。